みんなカウッピはフィンランドを代表するオリエンテリング選手で世界選手権では過去8度勝利しており、うち5回はリレー種目によるものである。パイアトイコールハーメ県アシッカラで生まれ、現在はユバスキュラに住む。ユバスキュラ大学卒業。みんなカウッピ、みんなカウッピとも、幼い頃からスキーやジョギングと親しんだカウッピが、 初めてしっかりとオリエンテイリングをしたのは8歳の時のことだった。同時に陸上競技やクロスカントリースキー、テニス、体操競技にも取り組んでいたカウッピだが17歳の時にジュニア世界選手権を目標と明確に定め、2000年にチェコで開かれたジャワック、ショートディスタンス競技で優勝、リレー競技でも銅メダルを獲得している。 翌年、ハンガリーのミシコルツで開かれたジャワックにおいても同様の成績を収め、2002年最後のジャワックでは、金銀銅を1枚ずつを獲得する大活躍を見せている。ジャワックで成功を収めた後、世界選手権の舞台に登場したのは2004年、スウェーデンはベステロースで開催された時だった。ウォック2004では、リレー競技で2位を勝ち取る。翌年に、 愛知で開催されたウォックでは、個人種目であるミドルディスタンス競技で銅メダルを獲得。2006年にはヨーロッパ選手権で金メダル2枚、銅メダル2枚を獲得すると、ウクライナの首都キエフで開催されたウォック2007において、個人種目でも優勝を果たす。同選手権において、リレー競技でも優勝、スプリント競技では銀メダルと大活躍だったが、 翌年チェコのオロモーツでも金メダル2枚を獲得、また世界遺産であるオロモーツの生産味一体柱付近を走るようにコース設定されたスプリント競技で銀メダルを獲得した。それ以降も2011年までの3年間で金メダルを3枚、銅メダルを2枚獲得しており、世界を代表する競技者の一人として活躍し続けている。 世界選手権やヨーロッパ選手権のみならず、ワールドゲームズやワールドカップでも改装を見せている。中華民国台湾の高尾市で開かれたワールドゲームズ2009では、スプリント競技で優勝、混合リレーとミドルディスタンス競技で2位となった。ワールドカップでも過去3度メダルを獲得。フィンランド代表として、以外にも世界的に有名なリレー大会ジャッコラや、 ビンラなどで所属クラブの活躍に貢献している。村越誠によれば、乗っている時は抜群の力を発揮するというが、自分でも集中力が課題というとのことで、やや安定感に欠ける面がある。実際に2011年、フランスで開催されたウォックでは、ロングディスタンス競技の決勝で、第一コントロールにすらたどり着くことなく棄権している。日本代表の吉田勤ヘッドコーチは、 本戦1ヶ月前のトレーニング中における大ミスが精神面に影響したのかもしれないと分析した。私生活面としては同じくフィンランドを代表するオリエンテリング選手であるパシーコネンと付き合っており、二人でフィンランド南方の町、アシッカラに住んでいる。2010年3月23日にみんなカウッピの活躍を称え、カウッピの切手やポストカードが製造された。また、 上記の通りカウッピは非常に優れたオリエンテリング選手であり、その活躍が認められた結果2011年1月に2010年のフィンランドの年間最優秀スポーツ選手として選出されている。ありがとうございます。